アウグストビルヘルム・ハイエは、ドイツの軍人。バイマル共和制時代にハンス・フォン・ゼークとの右腕となり、その後任として兵務局長、陸軍統帥部長を歴任した。フルダに生まれる。1888年に、プロイセン王国陸軍士官学校に入学。1900年に、参謀家に転じる。 1906年から1908年まで、ドイツ領南西アフリカ守備隊の広報支援に配属。当時南西アフリカでは、ドイツの植民地支配に対するヘレロ族の反乱が起きており、守備隊は、その鎮圧に従事していた。第一次世界大戦が勃発すると、当時中佐だった、ハイエは、ボイル首司隊三謀長に任命され、東部戦線に従軍した。 鉄十字章、プールルメリット君章を受章。1917年に、西部戦線に転属となり、アルプレヒト大使軍集団の参謀長に就任した。ドイツの配色の王公となった1918年9月、参謀本部作戦課長に転じ、軍部の中枢に参画するようになった。10月に、エイリッヒル・ウデンドルフが、 参謀次長を罷免された際、公認に、ビルヘルム・グレーナーが就任するまでの期間、大佐という比較的低い階級ながら、参謀次長職を代行した。ハイエドイツ敗戦後の1919 19年4月、東プロイセンで、いわゆる、北部国境守備軍の参謀長に就任し、バルト三国での赤軍との戦闘を指導した。ハイエの前任者が、 ハンス・フォン・ゼイクトであり、ハイへの出世は、ゼイクトとの関係に多くを追うことになる。東プロイセンでは、ボルフガング・カップや、バルター・フォン・リュトビッツといった、ウハ軍人らのクーデター計画を耳にするが、成功の可能性が疑わしかったため参加しなかった。1919年10月、ベルリンの国防省兵務局で部長となる。兵務局長は、ゼイクトであり、 ハイエはその右腕になった。1920年3月にカップラが反乱を起こすと、要人のため自宅に引きこもった、ゼークトの代理として国防省を取り仕切った。ゼークトの方針に従い、一気に加わることはしなかったものの、軍の分断を避けるため政府による武力鎮圧命令も拒否した。この事件の後ゼークトが陸軍統帥部長に就任すると、ハイエは、 公認の兵務局長に就任し、同時に少々に昇進した。1922年に中将に昇進し、陸軍人事局長。1923年、第一軍管区司令官。1926年10月、国家内国家の勢力を誇っていた税区とは、些細なことをオッ、夫ーゲスラー国防省にとがめられ、東水部長職を追われた。公認にはかつて、 ゼークとの右腕だったハイエが就任した。政治に関心がなく我が強くないハイエの就任により、軍部がようやく政府の政治的管理下に置かれることを政府は期待した。しかし新設された国防省国防軍局長に就任したクルトフォン・シュライヒャーが軍部内での影響力を増し、この期待は裏切られた。軍部の影の支配者となったシュライヒャーはハイエを 飾りの地位に祭り上げた。東水部長就任と同時に、不評大将に昇進していた。ハイエは、1930年に、上級大将に昇進した上で、同年10月に立職、退役した。退役後は目立った自責もなく、第二次世界大戦後の1947年に、ニーダーザク選手ブラウンラーゲで死去した。息子ヘルムートは、ドイツ海軍で提督となり、 戦後は、ドイツキリスト教民主同盟の政治家としてドイツ、連邦議会議員を務めた。ありがとうございます。